インテリジェントホエールはアメリカの潜水艦。1863年にスコーベル・エス・メディアムが設計し、オーガスタス・スプライスとコーネリア・ス・エス・ブッシュネルの手によって製作された。1864年にアメリカン・サブマリン社が創設され、ブッシュネルとプライスの権利を買収したが、その後間の所有権が長く争われた。法廷での判決後、 艦は1869年10月29日に海軍省に売却された。1872年9月に最初の大焼けみが行われたが失敗に終わり、海軍省は残りの代金の支払いを拒絶し、計画は放棄された。インテリジェントホエールは注水コンパートメントにへ注水することで潜水し、ポンプと圧縮空気で排水した。潜航時間は、 約10時間と推測された。13名の乗員が乗り組むことができたが、艦の運用には最低6名が必要であった。潜水艦のパイオニアであるジョン・ホーランドによって報告された唯一の公やは、スイーニー将軍と他た2名によって行われた。艦は16フィートの深さに沈み、潜水服を着たスイーニーは艦艇の穴を通って、艦の外に出、 缶の元に弾薬を設置後、再び缶の中に入った。砲弾は、牽引策によって爆発し、船底に塗られた摩擦プライマーが弾薬に付着した。2007年6月現在、インテリジェントホエールは、ニュージャージー州民兵軍事博物館に展示されている。ありがとうございます。